Meet Takashi Kawakami, an incredibly adept banjo player who has a healthy dose of modesty. He's the proprietor of a wood-burning stove shop in Kyoto. Back in April of 2023, I met him there while looking to purchase a stove. And we struck up a conversation about America, and it soon led to me discovering that he played the banjo. After inquiring about his stoves, I asked him if he would be willing to play a song for me and my family. He obliged. Being gobsmacked by his amazing performance, I asked him if he'd be interested to come to my house and play, so I could make a YouTube video about him. So here's the first of hopefully many videos of amazing Japanese people that I encounter here in Japan. I hope you enjoy watching this video about Takashi as much as I enjoyed making it. これ公開されるとちょっと辛いぐらい下手くそよ。うまいですいっぱいあるからね。1952年生まれ、2月7日生まれです。京都は京都市下京区に住んでます。生まれた時はそこに住んでまして、でバンジョーを始めたきっかけというのは、幼い頃にテレビの番組でね、ですね、ジャジャン・ワークマン長者という、そういうドラマがあったんですよ。その時に先ほど弾いたこの、このテーマソングの「ジャジャマオクマ長者」っていう曲があって、あれ聴いた時「わかっこいい曲やな」って、あんなの楽器弾きたいなって言って、それを弾いてたのがこの人だったんです。この方、アールス・グラックス、レスター・フラットとアールス・グラックスね。で、ホギーマンティンボーイズとかいうのがあるんですけども、こういう人たちがやってたんですね。でしばらくしたら映画で「俺たちには明日はない」という映画があってね、その時に「ボーニー&クラウド」のそのあれは銀行強盗した後、車で。F 型フォードで逃げるところにこの曲がバーンなるわけですよ。あれ聴いた時に、うわーすごい曲やなというのと、ドラマに引き込まれてくるその感覚で、ああバンジョーってやってみたいなと思ったのが19の頃ですわ。でバンジョーやりたいな思ってバンジョーを始めましたけどね。でその頃はまあ仕事も忙しくなってきて、ちょっとバンジョーを買ったもの、まあ、ちょっと弾いたけど、あ難しいなということでほとんど弾いてなかったですよね。でちょっとバンジョーらしいことやって、楽器を持って遊んでたのが19、20歳の頃ですね。でいよいよもう仕事が忙しくなってる中で、ちょっとなんかこうバンジョーは弾きたいという思いがものすごく湧いてきて、で私の周りでは
あのブルーグラスで有名になっ なっていくやつがおって、あ楽しそうやなと、あの仲間に入りたいなと思いましてね。でまたバンジョーを持って始めたのが40頃の頃ですわ。でそれからちょっと本格的にちょっと勉強しようかなと思ってやりだしたんけど、まあまあまあ忙しいもんやからなかなかうまくいってない。最近になってね、70になっていよいよ仕事もちょっと、中心が離れれるようになって、最近本格的にちょっと練習始めたとこなんで、まああんまりバンジョーの歴史はあるけども弾き始めたのはあんまり歴史は長くないですね。Well, as Takashi mentioned, The Beverly Hillbillies was a popular TV show in the 1960s that featured a family of country bumpkins who strike it rich and move to Beverly Hills. The show's opening theme song, The Ballad of Jed Clampett, is one of the most recognizable banjo tunes in American pop culture. The song was written and performed by bluegrass legends Flat and Scruggs, and it's a perfect example of the fast-paced, twangy sound that has come to define the banjo.すごく魅力的なんですよね。何が音も魅力的なんです。この何というんですかね、このこのスラの音とか、ワットナインとかいく音、こういうこう、こう何とも言えない、何とも言えない、例えばこう何とも言えない、こう心をくすぐるような音もね、サウンドが出る。こう、こうすっとか。こういうね、こうスラとかチューン、なんともこの太鼓があって、そこに弦が張ってるというところへんで音が。もう、チョーキングとかね。スラがものすごく綺麗なんですよ。これがね、なんかね、ぐーっと弾かれるものがあって、で、バンジョーをずっと弾くようになってきたのと、それと、まずはね、この音で、綺麗でしょ、これ。これ、ハート&フラワーというんですけども、あと、この間見ていただいたのは、デーリングの音でですけども、あと、あの、フライングイーグルとかね、あと、リースとかいうね、この辺から、花の、は花飾りみたいな、そういう模様とかね、あるんですよ。やっぱりギブソンはその辺の、ギブソンというメーカーがね、大体バンジョーの主流メーカーとして有名なんですけども、まあ、その模様がリースとかハート&フラワー、それからあの、フレイングイーグル、その辺の形がすごく綺麗で、部屋の中にこう飾っておいてもね、美しいんですね。うん。で、持ってるだけでもすごく魅力感じるという。で、ネックがすごくこう、すっごいセクシーなんですよ。普通のギターではないぐらい、このヒールのあたりもものすごく綺麗で、でこのあたりもすごく綺麗でしょ。もうこういうカーブはね、こうバンジョー持っててもなんか弾きたいなと思う。それからね、女性にすごく人気あるんですよ、バンジョーはね。うん、細くて女性の手でもすごく弾きやすく、ギターのように力がいらない。でここの女性の場合は手の皮が柔らかい、それでもちゃんと抑えられるという細い弦を使ってますんでね、そのあたり魅力あるんじゃないかと思いますね。 Takashi mentioned the beauty of the banjo made by Gibson. With its intricate designs of wreaths, hearts and flowers adorning the neck, it's no surprise that people are drawn to the instrument not just for its sound but for its visual appeal. You know what they say,
don't judge a book by its cover, but you can judge a banjo by its neck. Takashi Kawakami truly has a gift for playing the banjo. What's more, I came across him in the most unexpected place. It was a real pleasure to hear him play and speak with him about his experience. Thank you, Takashi, for agreeing to be part of this video.